皆さんこんにちは。2024年になって芸能人の結婚発表が増えていますね。そんな中でキンキキッズの堂本剛さんと桃色クローバー Z の桃田かな子さんが結婚したことが発表されました。アイドル同士のビッグカップルですが、これまで交際は報道されていないことからファンは大変驚いています。今回は2人の馴れ初めや匂わせがあったのか調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。1月11日、堂本剛さんと桃田かな子さんが連名で書面を発表し、この度堂本剛と桃田かな子は結婚いたしましたことをご報告させていただきます。世界の平和を願い、自分たちの今に感謝を込めて1日1日を大切に生きていきたいと思います。皆様のお心が少しでも平安に向かいますよう心よりお祈り申し上げますと伝えました。剛さんはファンクラブを通じて、剛よりファンの皆様にご報告とし、本日は皆様にご報告がございます。この度結婚させていただくこととなりましたと伝え、皆様に支えていただきながらこの一度きりの人生を歩んできました。いつの日も傍らで応援してくださったことを心より感謝申し上げますと謝意を記しており、これからも胸いっぱいの感謝の思いとともに1日1日を大切に生きていきます。そして世界日本でこのたった今も大変な日常が未だ続いていますと思いやり、この今を思いながら愛を大切に優しく強く生きていきます。そして皆様との神聖な時間も変わらず叶えていきたいと思っていますと記していました。桃田さんもファンクラブを通じて結婚したことを報告していました。音楽番組やバラエティ番組での共演のほか、剛さんが桃色クローバー Z へ楽曲提供したことなどもあり、密なつながりはこれまでも十分にあったと思います。それと同時にローティーンの頃から桃田さんを見てきた身としては、かつての高木れにさんの時同様に大人になったんだなぁと実感させられ、改めて時の流れに驚かされます。トップアイドル同士の結婚とあっていろいろな声もあるかと思いますが、年明けから悲しい知らせが続く中でこの発表には心が温かくなります。今後も双方の活動を大切にしつつ、笑顔の絶えない日々を送っていただきたいものですね。今回の結婚にファンはファンクラブからの大切なお知らせにビクビクしましたが、めでたい報告でよかった、本当によかった、お相手がかな子ちゃんなのはびっくりした笑、強さんおめでとう、ポップアップで突然2人の名前が出てきて、ってびっくり、二度見三度見してしまいました。繊細な剛くんと元気玉みたいなかな子ちゃん、2人ならどんなことも乗り越えられそう。暗いニュースの多い中、こんなにも幸せなニュースをありがとうございます。ずっとキンキキッズとももクロ応援してきてよかった。ご結婚おめでとうございます。心底びっくりしました。年末のブンブブンのももクロちゃんの回で、ももたちゃんが体調不良で欠席とあったけど、結婚決まってたから出演やめといたんだな、とすごく腑に落ちました。物静かな剛くんと元気はつらつかな子ちゃん、デコボコがピタッとハマったんでしょうね。松永くお幸せに、といった祝福する声が多く上がっています。15歳差のビッグカップルが誕生。なんとなく、お二人とも、しばらく結婚はないのかな、と勝手に思っていたので驚きでした。馴れ初めについては、調査したところ確かな情報は得られませんでしたが、上述のように、共演回数も多く、剛さんが2016年にももクロに、楽曲提供をしているなどを考えると交際するきっかけは多かったのだと思います。仮に楽曲を提供した2016年からと考えると8年越しに恋が実ったことになります。ファンの中では匂わせゼロ婚といった声が多く上がっているようなのですが、桃田さんが表紙を飾ったゼクシー国内リゾートウェディング2023スプリング&サマーに注目が集まっており、これが結婚の匂わせだったのではと言われています。昨年4月発売の同誌では、桃田さんが海辺で眩しい純白ウェディングドレスに身を包んでおり、撮影には母親も立ち会い、桃田さんはいい緊張感もありつつ楽しく撮影できました。そして今回撮影に立ち会わせてもらった母と夕日の中、
ウェディングドレス姿で写真を撮れたことが印象的でした、と語っていました。また、自身の結婚観について、まだあまり考えたことがないですが、私も来年30歳になるので、結婚も身近に感じるようになりました、と正直な気持ちを明かし、理想の相手は、何歳になっても可愛いね、って言ってくれる人、思いを素直に伝えてくれると嬉しいです。そして、ラブラブな夫婦でいたいです。おじいちゃんやおばあちゃんになっても、手をつないでお散歩したいとイメージ。さらに、理想の挙式に触れ、アットホームな雰囲気で、家族と楽しみたいです。結婚式は自分たちのためでもありますが、お世話になった父や母に感謝を伝えたい。あとは、昔から衣装を作ってくれている、スタイリストさんが、結婚式をするときウェディングドレスを、作ると言ってくれているので、オリジナルのウェディングドレスを着られたら嬉しいなって思います。と語っていたんです。結婚が現実となり、ファンからは、ゼクシーは伏線か。おめでとうございます。ゼクシーは伏線でありジャブだった。ゼクシーのやつら変で、もうそんな予感はしてた、と、次々反応。あるもののふは、かなこちゃんは結婚したら、年を重ねてもずっと、可愛いねって言ってほしいと。ゼクシーのインタビューで答えてたので、堂本剛さん、毎日可愛いって言ってあげてください、と綴っていました。2012年2月5日、フジテレビ系、新堂本兄弟に初出演したももクロ、桃田さんはこの時の収録について、2011年12月に投稿したブログの中で、今日は新堂本兄弟の収録がありました。昔から見てた憧れの番組の一つ、決まったよ。って聞いた時は、やっぱりひょーってなったよね、と興奮気味に綴っていました。堂本光一さん、剛さんとの絡みが話題となり、その後も同番組に頻繁に出演。番組ファンから、緊急で堂本兄弟やってほしい、みんなが大騒ぎしておめでとうってお祝いして、皇様はももクロメンバーと余興で踊ろう、乙女戦争の時とかによく堂本兄弟出てたけど、いつから付き合ってたのかな。私が初めてももクロ見たの、堂本兄弟やったな。エクボは恋の落とし穴とか、やっとったんめっちゃ覚えとる。10代やったな、ももクロは。堂本兄弟、ほぼ準レギュラーだった。ももクロを見てたので、とっても感慨深い。と、堂本兄弟での共演を思い出したり、番組の復活を願うファンが、急増しているようです。年の差もありますが、剛さんは落ち着きすぎていて、おじいちゃん感が溢れています。剛さんはパニック障害や突発性難聴にも悩まされていました。そこを太陽のような桃田さんが支えてきたことも、剛さんが結婚に踏み切った理由なのではとも思えます。どうかいつまでも桃色空ピンク空の下でお似合いの夫婦であり続けてほしいですし、パートナーオブザイヤーを受賞していただきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。